千葉県立柏の葉公園は、千葉県柏市柏の葉にある県立の都市公園。指定管理者制度に基づき、柏の葉公園管理グループが管理、運営を行っている。柏の葉公園入り口地域の緑、スポーツ、文化の拠点として、広大な敷地に、芝生広場、多種類の樹木林、花壇など豊かな自然が楽しめるほか、総合競技場やコミュニティ体育館、 野球場、テニスコートなどのスポーツ施設、日本庭園をはじめとする文化施設などが整備されている。日本庭園は茶室を備えた本格的なものである。公園センター、コミュニティ体育館、茶室を中心に年間数十回の講習会が開催され、春にはスプリングフェスタ、子供祭り、秋には花と緑のフェスティバルなどの数万人規模のイベントが開催され、 街の賑わいに一役買っている。またドッグランも開設され、ウィークデーの人気スポットとなっている。公園センターもともと同地は、旧帝国陸軍東部第105部隊が使用していた軍用地であり、日本初のロケット戦闘機収水も駐留していた、柏飛行場の跡地である。戦後、アメリカ軍、柏通信所に接収され、1981年に、政府と千葉県、 柏市との間によって締結された後地利用に関する覚書に沿って日本国が所有する分を東京大学の柏キャンパス千葉大学園芸学部付属柏農場として千葉県と柏市の所有分を広域公園として整備することを計画したものである公園の中心施設である柏の波の演奏号競技場は当初は市民規模の大会に利用できる程度の小規模の 陸上競技場を予定していたが、J リーグ入りを目指していた、柏レイソルのホームスタジアムとして利用できることを前提として、収容人員を2万人収容に拡大することを、念頭に設計を変更し1996年に着工、1999年4月に完成した。総合競技場以外の施設も順次整備されていき、桜の広場、西洋庭園、 日本庭園公園センター、コミュニティ体育館、ボート池、野外イベントステージなども開設されている。野球場が総合競技場バックスタンドの裏で第一駐車場に隣接する位置に建設中であったが、2010年4月26日に正式開場され、同年7月19日には、柏市では初のプロ野球開催となるイースタンリーグ公式戦。 千葉ロッテマリーンズ対、読売ジャイアンツの試合が行われた。なお、同年中には、国体会場として利用されることが決まっている。なお、近隣には、今でも、かつての名残として、旧帝国陸軍東部第105部隊の英文、修水の燃料施設等が残されている。柏の木が厳しい冬を越えて、新芽が出るまでの間、前の葉が落ちずに居続けることにちなみ、 1985年に、柏市立、田中北小学校の教頭であった、斉藤博隆によって命名された、コミュニティ体育館主な公園内の施設一覧、公園案内千葉県立都市公園条例、千葉県立柏の葉公園指定管理者候補者の選定結果、ハット AB、柏の葉公園、柏市観光協会、2019年7月25日閲覧、 地名つれずれ。広報歌詞は平成19年1.1。2010年5月4日、閲覧。柏の葉公園。cis-natcon.com。2019年7月24日閲覧。ありがとうございます。